サポート行政書士法人 YouTube です。今日は仮想通貨交換業を登録する流れはについてお話をします。で、これを聞けば仮想通貨交換業登録のざっくりとした流れが分かるようになっています。時間はだいたい2分間です。じゃあ早速始めます。フリップをどうぞ。大きく分けて3つ分かれています。1つずつ説明しますけれども、1つがまず当局面談です。これは仮想通貨交換業の概要を表した概要図というものを作って当局に送って面談に行きます。でここでいろいろと質問したりします、はい、でそれが終わったら今度ドラフト審査に入ります、はい、でドラフト審査っていうのは申請書類の分厚いやつを下書きを作って当局に送って、でここをこう直してくださいねとか、はい、いろいろ補正が入ってきます。対応していきます。めんどくさそうですね。そう、はい、まあ、でそれを面倒くさくやってきます。で3つ目が実際の申請と登録までですね、はい、で本申請をしてから標準書類期間2ヶ月間あります、はい、でここでも補正が出ることがありますというところですね、はい、これでざっくりした流れなんですけど、はい、続いて実際の何をキーポイントで進めていくのかということについては、はい、チェックリストというものを使っていきます、はい、で続いてめくってもらって、はい、そうそう、でチェックリストって何ですかってことなんですけど、これは実際の申請をするときにこれを元にやっていく項目なんですね、うん、で法令遵守体制とかシステムリスクとかそれぞれ160個ぐらい項目があります。その項目に対して自分たちはどういうふうに対応しますよっていうことを一つ一つ答えていく、うん、で社内規定こういうこと対応してますよということも記載していくって形です、はい、これもやっていきますという形ですね、はい、であとは、登録申請まで一体どれぐらい時間かかるのかと、はい、いうことなんですけど、じゃあついてもらってもらって、はいはい、大体ですね準備開始してから6ヶ月間から12ヶ月間があります、うん、でこれはあくまで行政手続き上ですね。で事業者の方がシステムを整えたりとか人を取ったりとかっていうのは同時進行していく、でなのでまた別個の話なんですが、うん、基本的にはこのぐらいの時間でかかっていきますという感じです、はい、じゃあ今日は仮想通貨交換業を登録するまでの流れについてお話をしました。ありがとうございます。サポート行政書士法人 YouTube でした。イエーイ。イエーイ。